皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのウィークリーゴールデーへようこそ2021年9月29日今回はマーケットエッジ代表小菅勤さんと一緒にお届けします小菅さんはいこんにちはこんにちはもう9月終わります今日総裁選ですね,そうですね今ちょうどやってますねちょうど開票しているということで、うんはい、新しい首相誰になるかというのも気になりますがゴールド市場の動きも気になります本当に動きません <laughs> どうしたんでしょうね。毎回困ってます。毎回ね。毎回まあ安定してるとも言えるんですが、ちょっと価格動向を見ておきましょう。えー、この。 大阪 OSE の先物の,の価格は28日火曜日の終わり値が入っております。そして1週間のまあ比較で出しているんですが、プラチナが、ね、結構あの戻りが大きいのかなという印象ですが、ちょっとチャートの方見ておきましょうか。ポンと戻りましたけどね、プラチナ。 そうですね一旦0 0ドル終わったんですけど、まあ、1000ドル水準戻ってきて、まあ、ただ1000ドルぐらいだとやっぱりまた戻りを売られてという、ちょっと中途半端な動きですよねうんそしてゴールドなんですが、あの9月の FOMC ね、注目度高かったんですけれども、思ったよりボラテリティ出てないですよね。 そうですね、もう一応、金利上昇で売られてるんですけど、うん、まあなんか特別な,なんかトレンドはできてないなという状況です。そうですねということで、今日は前半部分をこの FOMC。 一体どのような内容だったのか、えそして、えー、それを受けてゴールド、ここからどのような値動きとなりそうなのかということを、えー、小スさんに考察いただきます。そして今日後半部分は中国の文化的なあの金とのお付き合い方ということなんですが、なんと若者にだいぶ変化が現れているということで小菅さん今日はこのあたりお話どうぞよろしくお願いいたします。この番組は 豊かで均等しし豊かトラシティ証券の提供ででお届けしますではまず前半9月の FOMC は新しいドットチャート FOMC ボードメンバーの金利見通しが出るよということで注目度高かったんですが小杉さんどのようにご覧になりましたかそうですね、まあ、全体としてはだいぶ想定通りだったんですけど、はい、まあ若干ちょっと高波色が強まったのかなという評価ですね。ねまず、まあ、テーパリングなんですけど、まあ、今回まもなく 英語で言うと、スーンって言ったんですけど、正当化されますよと、まあ、つまりもうすぐやりますということで、まあ、事実上はもう11月の発表予告した状態といえると思います。はい、で、もう1個、これがサプライズだったんですけど、これ、パウエル議長の方が、テーパーリングについては2022年半ばまでの終了が今のところ、当局者の中止意見ですよと、うん、初めて発言したんですね。はい、ただ、これもどうなんですか、マーケットの大体想定から外れてはいないのかなと。 そうですね、テーパリング自体はもうやるだろうということを織り込んでたということですね、言及が初めてあったというだけで、はい、そんなに驚きではなかったかなそうですね、で一方で利上げに関してなんですけど、2022年末まで利上げ、これ、当局者の予想でちょうど5分5分になりました。で前回だとまだ据え置きのはがちょっと多かったんですけど、今回はえちょうど半々、半分のメンバーが利上げだよと、半分のメンバーが据え置きだよと。 でこの辺が少しちょっと高半に傾いたのかなという評価になっていますこれ、右側がこ FF 基金の予想と PC コアインフレ、はい、つまりインフレ率の予想ですよね。うんうん、で、これ見ると何,何かというと、はい、まあ従来だとテーパリング終わってから利上げまで、ちょっと時間を持てるよねって、一服できんじゃないのって言ってたんですけど、うんはい、今の当局者の見通しだと、ちょっともうテーパリング終わったら利上げどんどん議論しようよって うん、こういった人が増えてきているというのが、まあ、今回の FOMC の評価になっています、はい、そうすると、もう定りが終わったら来年にも利上げというような観測が強まったということで、ドットチャート、ちょっと見ていただきましょう。でこれ、右側が6月時点で、左側が直近の9月時点です。で、これ、まあ、ポイントなのがやっぱり2022年、左から2つ目なんですけど、えー、これ、2人のメンバーが、はい。 6月時点では据え置きて言っていたのが、今回、利上げ指支持に変わったんですうん、うん、で、これもまあ変化として大きいか小さいかでいうと、大きくもないんですけど、結局メンバーのも半々、トントンになったんで、はい、あともう1人増えたら、もう利上げの方が数増えてくるって、はい、こういった状況まで来たんですね。来年ですね、もうね、はい。で、その先もやっぱりまあ23年、24年、まあ、どんどん、大体いいこれ、3年間で6回とか7回とか、それぐらい利上げはもう想定できる状況になっていると。 うんうん、で一方で、これ2000あロング、ロングターム、はい、つまりまあ最終的な中立金利に関しては、2.5%ですよ、だから利上げの着地点は変わってないんですけど、うんうん、それに向けての時間軸をちょっと早めていこうよっていうのが、今回の FMC のポイントですね、はいまあ、少しそのピッチが早まるかもしれないということに、少しこう市場は反応したのか、長期金利が動き出しましたよね。はいはい そして、次のスライドですが、これは何でしょううしてこれ、なんでじゃあ、そういう意見になってきたのかという背景なんですけど、はい、これ、当局者の金で見しみると、実は6月時点とそんな変わってないんですよね。なんか急激になんかインフレが伸びるとか、失業率が低下するって、そういう予想になってないんですよね。うんうん、でも、それにもかかわらず、利上げがちょっと前倒しの必要があるんじゃないかという意見が強まった背景がこれなんですよ。 はい、でこれは何かというと、アメリカの当局者に聞いて、まあえー、これ、インフレのリスク、今、上向きですか、下向きですかって聞いたやつの DI なんですよ。はい、日銀短観とかでもね、えー、DI 出てきます。はい、半々だとゼロで、うん、全員が上っていうと1になるってうそういう数字なんですよね。はい、で、これ見ると、直近どうなってるかというと、えー、プラス0.72になってるんですよ 1>、はい。1に近づいています。で何かというとだから7割強の当局者が 今、みんな金利の上昇あインフレの上昇っていうのは一過性だよって言ってるんですけど、うん、これ、もしかしたら上向きだねって答えてる人が、約7割いるってことなんです、うん、そう,う、どう捉えるかですけどね、でも、この角度がやっぱり気になりますよね,そうですね。特にやっぱり前回からですね、そ<う>6月、9月、ここでやっぱりインフレに関する評価がすごい劇的に変わってるというそうですね、変化した、はい、っていうのは分かりますね。はいうん 右側はこれ同じようにやったら今度実質 GDP の方なんですけど、こっち側むしろ悪化してるんですよね。成長の方は悪化ってことですか。あくまでもこれ、今後見てるリスクなんですけど、もしこれ、なんか動いてくるとしたら、はい。フルは上向きに行く、GDP の方がは下向きに行くって、こういったリスクを見てるんですね。これって、いわゆるスタグフレーションですよくないですよね。はい うん、だこの辺の警戒感からいうと、まあ、利上げが適切かどうかって議論なんですけど、はい、当局者見ているやっぱり重きを持っているリスクの方は、左側のインフレ、はい、ということで、まあ、この辺からちょっと利上げの方を早く議論していきたいねという、こういった議論が今、活発化しているのが現状です。はい、ということで、まあ、あとはこれを、ね、市場がもう織り込んでいるのかどうかということなんですが。そうでですね、うん、で結局まあ年までに 利上げをやっていく確率が高まっているという、それを今、織り込んでいるのが今のマーケットなんですよ。はいまあ、長期金利は当然1.5を超えて1.6いくんじゃないかという、そう,ういった状況になって金を抑えている。はい、じゃあ、これからまあ長期金利はどんどん上がっていくのかというのを見る際に、参考になるのがこちらなんですね、はい。これ、何かというと、まあ、CME の FedWatch っていうんですけど、FF 金利が利上げの確率をどれぐらいまで織り込んでますかっていう、えー、グラフになっています。はい でこれ見るとどうなってるかというと、えー、利上げまだ織り込んでないのが25.3%、はい、残りの74.7%は、もう利上げを織り込んでるんですね。来年の12月の FOMC 時点でということですか、はい。そうですね。来年末までにだから、利上げやってる確率が、もう75%ぐらい織り込んでると、はいう。<laughs> だからこれをだから、来年末までに100まで持っていくのかという議論をやっていくのが、これからの金相場なんですね。はい はい、じゃあ、この折り込みが強まれば強まるほど、やはり市場の金利もちょっと動いてくるし、はい、それがまあ他の金市場とかにもまあ影響を及ぼす可能性があるということですね、そうですこれ、折り込みが強まってくると、やっぱり当然、金利の方が上がってきて、金利を抑えられる、一方で、ネガティブ材料の出尽くしが近づいてくるって、こういった関係性にある市場です。 売り込まれてる過程は嫌だけど、まあ、100になれば出尽くしっていうようなね、はい、ゴールが見えるっていうことで、僕はしし、ね、25.3%ですけど、はい、これの、期間はどれぐらいの話かというと、はい、12か月とあと3か月、15か月でこれを100に持っていくかって、そういった時間軸なんで、はい、なかなかここからじゃ一気にじゃもう来年利上げ決まりってなるのかなというと、それにならなければ。 まあそんなになんか金利がどんどん飛び跳ねていくことはないのかなと、まあ、思うはいまあそれにしましても今年の前半あの0トのところから急に3月に向けて1.7%まで、はい、ー長期金利上がりましたその後またガーッと下がって今1.5ぐらいまで上がってきましたというようなまあ結構大きく金利が動き始めたんですが、はい 実質金利というのはここにインフレ率を加味して考えるわけですね。そうですね、まあ、メモ金利結構動いたんですけど、実質金利そんなに動いてないんですね、実は。でこれ、直近の FMC 前ですと、10年債の実質金利がマイナス0.96。今、足元どうなってるかというと、マイナス0.84。金利が上がったというのが、実質金利ベースは大体0.1%ぐらい。そんなにだから動いてない。 でこれインフレの方もあも強まってるってことですね、そうですねまあ、ブレイクイブインフレ率って言うんですけど、はい、こちらの方も同時に上がってるんで、うん、インフレ警戒を織り込んで、それと同時にそれに伴う利上げの警戒も織り込んでるって。はい、で、これ、例えば3月とか金相場大きくは下がったんですけど、こ<っ>の時の実金利、どれがらい,いかというと、マイナス0.57が一番金利が上がった時なんです、ね、はい、はい だそれぐらいまで実金で上がっても大体1700ドルぐらい。はい、だらこれが一応の目安になるのかなとは思ってます。なるほどそうすると、まあ、大体ゴールドの下値サポートラインっていうのが見えてくるわけですね。そうですね、パンデミック前が大体1500ドルぐらいなんで、うんうん、これから金融費ってどれぐらいプレミアムに残した状態でうん、うん、そこ落ちできるのっていうのをずっと利上げにかけて議論していくんですね。 いわゆるトリプルボトムを打ってるんですよね。まあ、3月に2回と8月に1回。この辺がまず一つの目安になるのかなとは思ってます。はい、そしてまあその実質金利から見る金とあとはドルインデックスとの比較で見る金ですが、ドルって意外とこうやって見ると、今年トレンドないんですねうす一応ドルインデックスも上がってるんですけど、ちょっと引くとそんなになんか。 年金内で上がったり下がったりっていう。そうですね。この辺でやっぱりドル要因ではなんか、あまりなんかそんな動いてないですよ。まあ、むしろやっぱり実金で見ていくのが大切なのかなとは思っています。となるとですね、えー。しばらくこのウィークリーゴールドでは。 あちょっと連日続くんじゃないのって話してますけど、も今月もまあ同じことを言ってしまうんですけど、<laughs> あまりだから大きいトレンドを狙うんじゃなくて、まあ、短期テーマで上がるとが当然あるんで、その辺を狙って、あまりよくばらない方がいいのかなとは思ってます。はい、まあただ今、中国関係がかなり大きく騒いでますんで、まあ、その辺がテーマ化れると上がる可能性もあるとで。あともう一つが、いよいよ来月、アメリカの連邦債務の上限来る可能性があるんですよ。 はいはい、これ、ずっと議論したんですけど、結局まだまとまらなくて、はいだにグダグダやってでですねそうですねそう、はい、イエレン財務長官は、もう10月のどっかでアウトですよって、うんうん、でそうするとまあ政府機関の閉鎖とデフォルト、はい、えアメリカに対する信任がすごい崩れるよって警告してますんで、はい、それまでに議会がまとまるといいんですけど、はい、10月に入ってもぐだぐだやってると、こういうなんか、近隣の議論とは別に、連邦債務の問題で、 上ががるる可能性あのでこ辺は注意が必要かなとは思ってますなんか政府部門のシャットダウンはもしかしたらあるかもぐらいの感じになってきましたね、今ねやっぱり10月に入ると、ちょっと地合変わるのかなと思ってますそうですね、ここを嫌気して、えー、もし株が崩れるなんていうようなことがあ,あると、意外とゴールドは受け皿になるかもしれないな、はいど、どっちに反応するかな。<laughs> <laughs> はい というような材料もありますが、さあ、ここから後半は、がらりと目線を変えまして、実需の中国の動向にフォーカスしていきたいと思います。なんか、中国の方の金の買い方というか、買う層がなんか変わってるんですってそうですね、結論から言うと、若者がすごい動き始めたというのが、<う>ここ、本当に1、2年の大きな変化ですよね。はい でこちら、まあ、グラフ2つご用意したんですけど、これ、何かというと、左側の方は、金の宝飾品の販売店、まあ、つまりお店の方に聞いて、今、どの世代の人がたくさん買ってますかっていうのを聞いたんです。はい、でそれがまあ緑色の線なんですけど、2019年、つまりパン,デパンデミック前と比べて買ってる世代、どこですかというと、一番多いのってどこですか、ね、26から 40? そうですねで、2番目がこれ、25歳か。 比較的若い世代が金を買い始めてるって、うんうん、でじゃあ今後、どの世代が買えますかっていう質問もやったんですけど、はい、それが赤かなんですけど、これだとも,、えー、もっと顕著ですよね、すごいおそらくだから25歳以下とか26、40、まあ、いわゆる Z 世代とか Y 世代、はい、こう言われる人たちが今の金の主役になり始めてるし、これからも主役なんじゃないのかっていう、えー、こういった見通しが示されてるんですね。 そんな若い子たち、金に興味あるんですね、今。出てきたんですかある程が出てきたんです。はい、出てきた、<laughs> 出てきた。そうね、19年と比較してとていうことですもんね。はい、で、えー、右側の方は今度これ、消費者に聞いたんですね。はい。今まで金の宝飾品買ってない人に、これからあなた買いたいと思いますかって。で、これ、中国人全体で見ると30%が買いたいって言ったんですよ。まあ、はいで。それに対して、これ、18歳から24歳の人は59、59%が買い 買いたいたんだって言ったんですよ。<laughs> もう未成年含んで、はい、すごい、えー。いわゆるミレニアム世代とか、その辺ですよね。はい。で、これ見たとき、やっぱり、金視用の人はびっくりするんですよね。そんなに高いのに買うんですかではい。なぜかというと、これ、2019年の調査だと全く違う話だったんですよ。そのときは、一番買いたくないって言った人が、 18歳から24歳の女の人 <laughs> 金なんかいらないって言ってたんですか、ね、いや金もダサいじゃんってでんどこで出るか分かんないし高いしあんなのなんか今更身につけるの誰がやってんのってあ<ー>そういうムードだったんですよなんかこうダサいというか古臭いというか、はい、そういうイメージがあったのかなそれがだからここ2年間でガラッと変わったんですえ<際>なんでこんなに変わったの それを今回話そうというのが <laughs> 目的なんですけど、<laughs> はい、まず一つ目がこちらですね。はい、まあこれも結論から言うと、まあ、プロモーションがうまくいってるっていう話なんですけど、プロモーションはい。これ、左側はこれ、金を買うまでのフローなんですけど、まあ、これ別に金に限らないんですけど、物を買うときってまず認識があるんですね。うん、あ金の報酬金あるんだよね。次に信頼が必要なんです。これはちゃんと本物だよね。 えー、例えば純金を使ってるよねとかそういった信頼があるかであとじゃあその後じゃあ買おうかなって考え始めるわけで,、うんはい、でその上で行動するんですよう買うで今までの金の中国の金の宝飾業者はこのプロモーションあまりやってこなかったんじゃないのかって言われてるんですよなるほどじゃあ若者は金がそこにあるという認識も金って何なのよっていう感じだったし、はい、どこ行っ たら買えるのかもわからないというこの3段階が、まあ、不明だったわけですね。そうですね。だからお店に行けばだから金の報酬金があるんで買えたんですけど、うんうん、じゃあどこでプロモーションやってんの別にやってなかったです。来た人には売るけど、こっちからは積極的に関与してませんというのがこれまでだったんですね。はい、で一方でここ最近だと、報酬金業界何やってますかと聞いたら、はい、一番これ使ってると言ったのがプライベートトラフィックって答えたんですよ。なんですか77%。 これ、地域流量,、ま、流量って書いてますけど、何かというと、これ、若者になんか直接アプローチして、囲い込んじゃうやつなんですね。これ、いわゆる中国のアプリで e チャットとかあるんですけどあ、はいまあ、そういうところにハイブランド、まあ、日本でもデパートとかに入ってるような有名なブランドから、はい、あと宝飾品の店もありますし、はい、そういうのがこう、なんページというか、コミュニティを作って、お客さんを囲い込んでるんです。はい、へでそこに向けて、いや、もうこういうの作りましたよとか。 お客さんのほうからこういうのが欲しいです。で、そういうのをどんどん、なんですか、集めていって、うまいなんか商品の提供をやっていってると。はい、で、次が今度、SNS なんですパ、ねはい、71%。だこれは例えば、まあ、若者に対して有名な人に金の宝飾品を使ってもらうとか。インフルエンサーですね。オーバーさんもなってます。ゴー, <laughs> ールのインフルエンサーに。<laughs> 募集中ですか。<laughs> なれるかな。そういうのがやっぱり。 だこれまでやっぱり高齢者向けにはこういうのやってもあまり意味なかったんですけど、若者の特にこれまで金の宝飾品に携わったことない人だと、こういうアプローチで、あ,あ金の宝飾品ってあるんだよねでしかも意外と欲しいものがあるじゃないかって。で、これ、過去2019年の調査なんかでも、金を買わない理由のトップの方にあったのが、どこで売ってるのって。そういうい感じなんでした、はいはい はあ、今、じゃあこれをネットで買えるんですかね、ネット上で囲い込みをね、そのブランディングして、はいで、インフルエンサーがっていうことで、もうネットで買うこともできるようになってるんですかね。まあ当然、ネットでも買えますし、それを見て店舗に行ってもいいですし、はいはい、そういったなんですか、コミュニティを作ってどんどん囲い込んで、はい、どうですか、どうですかってやって、それがやっぱり若者にはうまく機能してるんですよ。 プロモーションが機能して若者がそれに響いて、はい、おしゃれだってことになってるわけですね、金を持つっていうのが。だからこういうだからプロモーションが我々の世代とかあんまり聞かないみたいなんですけど、やっぱり若い世代、もっと二十歳代とかの人には、これがやっぱり一番聞くみたいなんですネットがやっぱり大きいんですね。従来のこういうテレビとかラジオとか、そういうのでプロモーションやってもあまり響かないんですけど。<laughs> こういったなんかアプリとか SNS とか、うん、こういうのでアプローチしていくと意外と若者が反応するんだねって分かったのが本当にここ一2年の話なんです、はい、そうですかまあインターネットと切り離して考えられない時代がやってきたということですねまあいろんなもののアプローチもはい、はい、でこれがまあ経済的な分析なんですけどもうちょっと え違う視点から見たっていうのが次なんですけど、はい、何かというと中国のファッション業界の変化に対して金の宝飾業界がうまくアプローチしましたねっていう話なんですけど、はい、これち今中国のファッション業界で結構キーワードになってるのがもう、はい、ちょっと読み方は私うまく言えないですけどクオチャオっていう。 国ののっっっててていいううかはこれ流行って意味ですよね,<ー>ね中国の流行って意味なんですけどあじゃあもう中国らしさみたいなところを出すんですかねもともとやっぱり中国の伝統ってあファッションの流れって下に書きましたけど最初やっぱり中国伝統のファッションがありますよね。で、まあ、改革開放路線が始まってからは西洋のものがいいじゃないかって。 変わってきたんですね、はい、憧れのね,ね、はい、ありましたねそういう私たちの時代にもはい <laughs> でそれに対して今どうなってるかというと、うん、そこに今度中国要素が加わったファッションだ別に中国伝統じゃなくて西洋のものの上に中国要素が加わったものこれが今新しいファッションの何ですかセンターのトレンドになってるわけですよはいはいこれ例えば結構有名なのがジャージとかなんですけどはいいわゆるやっぱりスポーツブランドの西側のありますよね ナイキとかアディタスとか、はいうん、ああいうロゴが入ったのじゃなくて結構漢字で大きくバッと書いたのがあこれクールだねってなるほどそっちの方がおしゃれって感じになってきてるんだへえ日本でなんかひらがなで書いてもなんか売りなそうですけど <laughs> <laughs> だから中国の中ではやっぱりそういった中国要素があるものがクールだねっていう評価なんです、うん、なるほど 結構その女性のファッションでもまあチャイナドレスはもうね昔のからのチャイナドレスとしてありますけどそれを結構こうフレアにしたりねチャイナドレスみたいなのをこうファーッとえーまあ西洋的にアレンジしたファッションとか若い子のアプリには結構売ってるんですよね買っちゃおうかなと思ったこともあるんですけど <laughs> そうやっぱりそうもともとのやっぱ中国らしさと西洋のえワンピースみたいな 結婚式のドレスなんかも結構そのチャイナの色が入ってるドレスが売れてるみたいですね。でこれ金の,じ金の業界で何かというとヘリテージゴールドっていうんですけど、はい、これ具体的なのがこれ宝飾品業界のホームページからちょっと持ってきたんですけどこれ中国伝統の細かい加工をやった金の宝飾品なんですね。はい、これ例えば左上のこれ指輪とかですけどこれっておそらくヨーロッパとかアメリカだと。 流行んないですよね。すごいこう繊細な細工がしてあるってやつですね <laughs>、はい。で下のイヤリングとかもなんか全然違いますよね。やっぱりそうですね。なんかこうやっぱりオリエンタルなね、はい、ムードですよね。で右側のこのく首はネックレスか、うん、ネックスなんかでもこれ漢字が入ってるんですよね。<laughs> こういうのがやっぱり金の宝石品としてクールだねってなって、それはやっぱり若者にすごい受けてるんですよ。よ でこれって結構やっぱり加工が大変なんで高いですけど、はい、同時にやっぱり金を結構たくさん使うんですこれがやっぱりこういうファッションの大きな変化の流れに対して金の宝飾品業界がこういうヘリテリージゴールドの商品をどんどんアプローチ,アプローチとして提供しているとそれがやっぱり受け入れられているというのが一つ大きな流れなのかなと思ってます。はい で若い子たちがもう本当に20歳前後ぐらいのところから、がーっとねあの、これからも菌買いたいというような人たちがいるということは、結構末永くそういう人たちは菌を持ち続けてくれる可能性ありますね。そうですよ、ね、これまでは結構高齢者だったんですけど、若者が上がってますんで、はい、うまくいくとこれからもう何十年間もそういったトレンドがでできてくる可能性なんです、ね、ありますよね。でこれは、はい、結構やっぱり 年配の人だとなんか想像つきづらいんですけど、はい、中国の若者から見たらやっぱり、中国ってすすごいクールなんで自国、ねはい、の文化がね、<laughs> はい、やっぱ誇りでおしゃれって感じになってるみたいですね。私とか大橋さんはやっぱり中国、1990年代とか見てるんで、<laughs> 昔のそんな,なんか成長してない時とか、<laughs> ブリックスでやっとなんか成長始まったねって、そういうところからずっと見てるんですけど、今の例えばミレニアム世代、2000年に生まれた人とかって、 例えば物心ついた時の中国どうなってるかというともう高層ビルがすごいし、えー、高速鉄道も走ってるしってもう先,先進国型の経済になってるわけですよね、うん、そうすると若者から見たらやっぱり中国ってすごい経済にも自信あるし文化、うん、にも自信あるしかも今って結構西側の諸国が中国の囲い込みやってますよねはい、うん、だからそれに対する反発というのもあると思うんですけど ただのこれまでの聖夜のものを受け入れるんじゃなくて、そこにやっぱり中国要素を加えていくという、こういうやっぱり新しいトレンドがやっぱりうまく機能しているのかなと。はい、決してその西側の文化がおしゃれということではないというふうに今変わってきている、また反発もあるんでしょうね、この包囲網というのを敷かれているということで、なるほど。で、そこにゴールドの業界が目をつけて、そのファッションとか文化に合わせて、 クーールなものをアプローチしててるっていうことで,す、ね、そうですこれもだから本当に2019年は全くなかったんですよ、この話。急に、ええ、結構効くんですね、こういうネット上のいろんなアプローチって。そうですだから本当に2年前はなんかプラチナがいいよねとか、ダイヤモンドがいいよねっていう話があったんですよ。だからそれがやっぱりパンデミック挟んでの本当に2年間で、ガラッと変わったんで、はい、なんか金のなんか需要構造がすごい変わったなというのは。 ここなんか一二年ですか感じてます、はい。そうですね。プラチナ業界も頑張っていただきたいですね。<laughs> はい、ありがとうございます。ではここからはテクニカルで、えー、大阪金先物。 国内の金先物の,の価格見ておきましょう。まずはドル円相場、若干動き始めました。FOMC を受けて、金利、長期金利、アメリカの金利が動き出したということもあって、少しドル高、円安の方向に動き出したように見えます。さあ、これが本物のトレンドになるかどうか。まずはこの125円85から98円78まで大きく下がったところの半値、112円35。 ここを超えてくれるかどうかというところを見ていますそして金のチャートですが変わらないですねこの三角フラッグの中で推移していますここからまだはみ出ませんねということでもみ合いが続いています右側は周足のチャートですが これどうやってトレードしたらいいんでしょうねっていうぐらい中途半端な位置にいますのでなかなかちょっとトレーディングが難しいんですが、えー、やるとするならばもっと時間軸を短くして、えー、1時間足とか、まあね、30分足とかそれでこう、ね、短い時間でトレーディングするというのはありかもしれませんがちょっと大きくトレンドを取るというのは、えー、先ほどの小菅さんの話にもありましたように難しい状況にはあるとただ値打ちは保っていますので ドーンともしね、フラッシュクラッシュ的に下がるようなことがあったら、ちょっと拾いたいなというふうに思っております。ただし、皆さん、投資におきます最終判断は、ご自身で慎重に行っていただければと思います。この番組は、豊かで均等し、豊かと出して証券の提供でお届けしました。今回は、マーケットエッジ代表の小菅務さんと一緒にお届けしました。小菅さん、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた次回お会いしましょう。